やらかしました。性的なストレッチの場合、筋肉が伸びきってしまって筋力が落ちてしまい、怪我のリスクにつながる可能性があります。痛いんで怖いんすよね。イエーイ、イエーイ。わ、はい、たくみです。帰ってまいりました。我が家は落ち着きます。ちょっと長いような短いような、そんなクラブ選手権がやっと終わりました。大会終わったということで、感想というかまとめをこれから話していきたいと思います。よろしくお願いします。まず一つ目ですね、なぜ大会に出場したのかです。社会人大会に僕は今回出場したんですけれども、なんで大会出場したんですかっていう質問がやっぱり多いので、それに答えていきたいと思うんですけど、まず一つ目、今のルールで今の自分が踊ったらどうなるのかっていうのが単純に知りたくなったからっていう理由が一つ目です。僕が引退する前と後ではルールがちょっと変わってまして、まあ加点が4つから8つに変わったりとかしてるので、ちょっと4つから8つだね、うん、4つから8つに変わってるので、僕がやってた時とはルールがちょっと変わってたりとかして、僕が引退する前の演技は点数が出なくなってしまっているのもあって、まあ、難しくなってるんですよ僕からすると。なのでまあそこに挑戦してみたいというか、まあ、解説者たるものちょっとチャレンジしてみたいなと思ったのでやってみたっていう感じです。これがまず一つ目でございます。やってみたっていうのが一つ目ですね。で、二つ目なんですけど、二つ目は高校生以下の子供たちには夢を与えて、大学生には葉っぱをかけれるようにしたかったっていう思いがありました。その夢を与えるっていうのは、ちょっと最近アニメメジャーを見ていて、その中にジョー・ギブソン投手、本田茂春選手に子宮を当てちゃって、茂春さんが、それで負い目を感じてめっちゃ現役を長く続けられたジョー・ギブソン投手がいるんですけど、これはアニメメジャーの話なんで知ってる方だけちょっと思い返していただければいいんですけど、そのジョー・ギブソン投手が本田五郎、重野五郎がメジャーに行ってこう活躍するんですけど、2年目に入ってちょっとなんか落ち着いちゃった時期があるんですよ。ベテランの投手みたいな感じで、力押しの投球じゃなくて打たせて取るみたいな、なんか落ち着いたピッチングをするピッチャーになってしまったのに、ジョー・ギブソン投手は無言で自分の投球、めちゃくちゃ40代くらいの現役に対してもおかしくないような体で投げ続ける、自分のチャレンジをし続ける姿を見せて葉っぱをかけるシーンがあるんですけど、それを僕も最近ちょっと見てまして、それと同じような思いがあったんですよね。ちょっと僕最近と今の大学生ダメだなって時々言ってるかもしれないんですけど、ダメではないんです。ただ高校生がキラキラしてるんですよ。高校生はもうやっぱり失うものがないっていう強さがあって、やっぱりいろんなものにチャレンジしてて自分の色を出していくみたいなのが見えるから、個人的には好きなんですよ最近の高校生。ただ大学生はなんか殻に閉じこもってるというか、殻を破れてない選手が多いなと。もちろん破れてる選手もいるんですけど、やっぱり変わりきれてないというか、レベルを上げきれてない選手みたいなのが多いかなって個人的に感じていたので、そこにガツンと一発殴り込んでやろうかみたいなイメージで、結果的にはどうだったのかわからないんですけど、社会人で仕事もしつつ練習環境もままならない状態でもこれぐらいの演技できるんだぞっていうのをちょっと見せてやろうと思って行ってみましたっていうのが2つ目です。そして3つ目ですね。3つ目は皆さんへの恩返しです。やっぱり清水さん演技しないんですか、社会実体験出てくださいよっていう声が多かったっていうのが個人的にも思っていて、それに対してやっぱり答えてあげたい。去年答えてあげたかったんですけど、ちょっと膝を壊していてうまく調整ができなくて断念したっていうのもあって、今年こそはっていうか今年出なかったら来年体きついって思って、今年しかねえと思って体を調整して4種目しっかり、これを見てるみんなではないかもしれないんですけど、ちょっとでも
も恩返しができるようにチャレンジというか演技見せてあげたいと思った次第でございます。本当にいつもありがとうございます。ちょっと結果的には2種目はノーミスできなかったんですけど、まあ、ノーミスの片鱗は見せれたかなと。そんなにボロボロっていうミスではなかったんで、ワンミスポロッとやっちゃったっていう感じのミスだったんで、まあ許容範囲と言いたくはないですが言わせてください、すいません。これが出場した3つの理由でございます。いやー、まあいろんな思いがあるんですけど、大きな思いはこの3つかなというふうに思ってます。あの動画的に美味しいとか、まあそういうふうなことも思ったりしなかったりしなくてもね、なかったりするかもしれない。やった、ちょっとでも僕の思いが届いていれば嬉しいなって思います。はい、で2つ目の話題いきたいと思います。大会がどうだったのかっていう話をしたいと思います。まず1つ目です。無謀な挑戦はするべきではないと思いました。盛大な無謀な挑戦を今回したんですよ。どういう挑戦かっていうと、マットに乗らないで大会会場に行って演技をするっていう挑戦でございます。あの本番のフロアに僕は4回しか乗りませんでした。スティック、リング、クラブ、ロープの通しでございます。4種目の通ししか本番のフロアには乗ってないです。絶対やめてください皆さん、僕しかやっちゃダメ。あの僕が良くないよっていうことを証明したんで、絶対にやらないでください。本当に危ない。しかも絶対にミスる。こう調整してったとしてもミスる可能性がすごく高いんで、絶対にやめましょう。なんでやめましょうって言ってるかっていう理由をこれから喋るんですけど、まず確認する時間が短いんですよね。サブ会場だけ確認してすぐ本番っていう風になっちゃうと、やっぱり確認がしっかりできないので、すごく怪我のリスクも高いです。ミスるリスクも高いです。僕は通せると思った準備をして大会会場に行きました。まあ大会会場も前日とかに行って、まあ、確認の練習とかちゃんと入ればよかったんですけど、僕はそんなこと無視して仕事を優先して、大会当日に朝5時に起きて新幹線に乗って行って通すっていう無謀なスケジュール感で行ってました。まあ体をしっかり作って、じゃあサブの確認入るぞってなった時に、最初に電柱を確認したら、めっちゃ跳ねるこれ、なんだこれってなったんですよ。バン、浮く、どこにいるかわかんねえみたいな。本当に感覚がなくて、いつも地面で自分の力だけで蹴ってるんで、跳ねるわけがないんです。当たり前体操、当日ね、今回のバネが入ってて結構跳ねるんですよ。バーン、めちゃくちゃ浮きました。タンブリングが怖いくらいに浮きました。まあ確認して回ってみますよね。ダイビング前中の着地が全部こう前にドーンってこうやっていくんです。めっちゃいつも通りだったらすぐ飛びに入れるくらい、僕1種目目ロープだったんで、ロープの確認でダイビングベンチが最初に回ったんですけど、着地取れないってなって、あ、終わった、待って、これやばいって思って、でもう時間が短いんで20分しか確認できなくて、この20分で全部確認して招集されて投資みたいな、うわ焦りに焦っちゃって、もういろいろできなかったんですよね。すごい、もう話しきれないくらい感覚がなくて、多分見たことないくらい僕が焦ってたと思います。で招集されてる時間にもかかわらず、僕はサブフロアでやってて、招集の時間になって走っていくじゃないですか、招集に。僕そこに ID を付け忘れてっちゃって、もう一回サブフロアに戻って ID かけて戻って、あ、すいませんってなって、僕そのロスのせいで5分4分くらいしかなくて、終わったと思って体熱々ですもん、はっはっって感じで、その状態でいつものルーティーン早く終わらせて、よし、はい、やべえ、これいけんのかなみたいな感じで入りました。まあ比較的得意な種目なんで、演技の中で心を落ち着かせることはできたんですけど、タンブリングはもうままならず、感覚がとりあえずゼロで、土に足がついてない状態で、動きはやっぱりグラウンドで結構確認ができていたので、まだ許容範囲なくらいでできてたんです。でも投げとタンブリングは感覚がなさすぎて怖かったです。で投げてすぐシェネとか終わらせて上見て、よしみたいな怖すぎたんで、4チェネも早くよしみたいな感じでやってました。もう怖すぎました、全てが。タンブリングも投げも怖すぎてダメでした、ね、でタンブリング唯一見せたのがロープだったんですけど、練習では全部前にかかってたんで、ちょっと後ろにかけようとしたら、ちょっとどころかもう結構後ろにかかっちゃってたみたいで、全然回ってなくて、そのままケツ落ちしてみたいな感じでした。体力的には意外と大丈夫でした。全然余裕だった。予想外なミスでした。僕もあれはいけると思ってたんで、
えマジこれミスんのみたいな感じでちょっと放心状態でしたね。あれはなのでやめましょう無謀な挑戦は投げだけは無謀な挑戦してもいいかもしれないけどタンブリングだけは本当に怪我するのでやめましょう。はいそして2つ目の話題ですね。映像をちょっと終わった後スティックとリングを見させてもらったんですけど動きが衰えすぎていました。僕の中では普通に動けてると思ってたんですよ。映像で見たらのろかったね。現役の頃をイメージしてみるとのろかった。亀さんを見てるようなさね手の振りもキレもなければのろいみたいなとろいみたいな。僕背が大きいんでゆっくりに見えるんですよ。動きが普通にやっても現役の頃もゆっくり見えてたんですよ。ただやっぱりキレを出すために練習をしてたのでやっぱりキレ見えてたんですよね。でも今大会はそんなことを考えずやってたのでやっぱりねのろかったね。ポケモンで言うとギガンテス分かりますか？でっかいやつ。ギガンテスじゃないな。ギガンテスはあれだわ、ドラクエだわギガンテスじゃなくてレジギガスだ。間違えるな。レジロックとレジスチル、レジアイスがいて、でレジギガスがいるんですけど、レジギガスみたいなこうザンぐらいのゆっくりな速度だったんですよ。もう遅すぎて、とろくてダメでしたね。やっぱり3年のブランクはでかいですね。2ヶ月ぐらい筋トレしただけじゃちょっと戻せなかった。筋トレしかしてないっていうのがねやっぱ良くない。演技の練習しないと、文集いっぱいやらないとなかなか見えてこない。見せたいものを見せきるにはもっともっとやるべきことがたくさんあったなっていう風に思います。まあでも筋トレだけはちゃんとしてたんで今も下半身は元気です。はい、だいぶ持ってくれましたこの下半身。 OGF の時小鹿になってってましたんでそんなことはなく4種目しっかり乗り切れたのはやっぱり下半身をしっかり鍛えてたからかなというふうに思います。なのでやっぱりそこは証明できたんじゃないですかね。体作りを僕最初にやらなきゃいけないよっていつも配信で言ってると思うんですよ。新体操上手くなるためにどうすればいいんですかみたいな質問に対してやっぱり体作りが基礎です。体幹トレーニング、柔軟、あとは下半身のトレーニング、この3つさえやっとけば大抵上手くなれるみたいな話をドキドキしてると思うんですけど本当にそれは証明できたんじゃないかなと。体だけは準備できてたんで動きがとろいとかはやっぱり群衆が足りないっていうところかもしれないんですけど4種目しっかり通し切った、怪我なくやりきった、しかもそんなにバテることなくできたっていうのはそこのトレーニングをしっかりしてきたからだなっていうふうには思います。ここは証明になったんじゃないかなというふうに思っております。ただ衰えてはおりました。自分の感覚は現役の頃とはやっぱ結びつかないんだなっていうのが分かりましたではまた次の話題ですね。この大会に出場して得たものについて話していきたいと思います。まず一つ目ですね、社会人の出場者がなぜ増えないのかっていうことが分かりました。滑舌が終わってますね来たね社会人がなぜ増えないのかなんですけど、まず一つ目は高い、出場するためのお金が高い。登録料と出場費と帯同審判に対するお金っていうのがあって、まず帯同審判っていうのがそのチームで一人審判を派遣することができるみたいな制度なんですけど、これができないチームは4万円払わなきゃいけないっていうのがあるんですよ。これがまず高い。僕は男子新体操国際化プロジェクトという名前で登録して出たので、そこの男子新体操国際化プロジェクトっていうところのチームから派遣できる審判がいないので4万円がかかるんですよっていうのと、登録料ですね、選手登録料みたいなのが確か1万円くらいかかって、でそこに参加費、大会参加費2万円みたいなのがかかるんですよ。なので僕は今回約7万円今日この大会に関して出場するだけでお金を払っております。あんまり言わない方がいいのかわからないんですけど、お金の話はあまりしたくはないんですが、でも大会出場しない人が増えるというか、あんまりいない理由はそこにあるのかなと思います。やっぱりチームで出るってなったら4万円を割り勘したりとかできるのでいいんですけど、個人で出場する人が少ないっていうのはやっぱりここに理由があるのかなという、貯金がある人しかできない
ですよね。なのでそこは難しいのかなというふうに思いました。これがまずお金の話なんですけど、もう一個ね、そこに対する手続きもちょっとめんどくさいんですよ。今回出場したクラブ選手権でのやつはすごくやりやすくしてくれてるのを感じました。 Excel とかで入力していくんですけど、それもすごく丁寧に分かりやすかったですし、対応もすごく誠実で丁寧でありがたかったんですけど、そういった手続きをするのがめんどくさくなっちゃう人はやっぱり多いのかな。僕がやっただけでもすごく丁寧だなっていう風に思いましたし、やりやすいなって思ったんですけど、めんどくささもやっぱり感じるんですよ。これをしないといけないのは分かってるんですけど、いざやるってなるとちょっとめんどくさいって思っちゃうんですよね。それが社会人ってなるとすごく大変だなって思っちゃいます。大学とかだとまとめてみんなでやるので、それが一括で済む、誰かはやらなくていいみたいになるんで、そこはチームの良さは感じましたね。現役の頃はそういうのをあまりしてこなかったので、僕はそうですね、その辺はちょっとめんどくささを感じたので、だから増えないのかなっていうのも感じました。で、最後、やっぱり年です。そうです。私が変なおじさんです。体をちゃんと作っていかないとっていうのがきつい。結構乗り越えれないと思います。ちゃんと作らないと。4種目乗り切るのは大変です。個人でもそうだし、団体でもね、やっぱり今回出場した団体選手の皆さん見てたんですけど、やっぱりきつそうでした。まあ楽しそうではあったんですけど、現役と同じようにっていうのは難しいのかなっていうふうに思いました。まあ楽しければいいっていう考え方もあるにはあると思うんですけど、やっぱりきつそうでしたね。四つ目、やっぱり時間が取れない。練習の時間が取れない。働いてるんでね。僕は朝練で毎回ライブをつけながら朝練で1時間ほど練習をしていたんですけど、1時間では足りないです。やっぱりもっと練習したいですし、ちゃんと勝ちに行くんだったら練習の時間足りないですね。土日はまあまあちょっと多めに練習できるとはいえ、結局練習もね、場所取ったらそれに対するお金もかかっちゃいますし、そこがちょっと費用対効果というか、そういった意味ではちょっとね、払いきれないんじゃないかなっていうふうに思いました。結構長々と出場できなそうな理由というか、いやーだから増えないんじゃね社会人みたいなのを感じたのがあったので、これをねもう少し緩和させてあげたい。一番はやっぱり出場費が高いところですかね。これを緩和できるようにしたらもっとねいいんだけどね。クラファンとかね、クラファンとかね、クラファンとかね、それしかまあ思いついてないんですけど、そういうのしかないのかなと思いますね。でもやっぱりお金は大事ですね。機会ですけど大事。審判してくださってるんですからね、本当にありがとうございますですよ。だってクラブ選手権は早く回すために倍の人数を用意してるわけですから、それを考えたらありがとうございますとしか言えないんですけど、でも高いですね。そして得たもの2つ目でございます。ちょっと新体操舐めてましたっていうのが分かりました。僕の中でなんかうぬぼれていたに近いですね。なんかいけるだろうとちょっと思ってた自分もいました。3年経ってるけどまだ体動くしいけるだろうと思ってました。ただその動くしがどれだけレベルの低い動くしだったのか、その動くのレベルが自分が思ってたレベルの動くしとは結構かけ離れていたんですよね。やっぱり3年のブランクによって感覚も変わってるんで、ちょっとねやんなきゃいけないこと、やるべきこと、準備、その辺が考えきれていなかった、準備できていなかった。練習に入るのもやっぱり遅かっただろうし、構成もちゃんと見直してから行くべきだっただろうし、試合への持っていき方とか、無謀な挑戦するんだったらもっとこうすればよかった、ああすればよかったって見えてきたのは結構あったので、ちょっとね新体操に対して今の自分から過去の自分に対してメッセージを送るなら、うぬぼれんなよと言ってやりたいかなって思います。恥ずかしい演技見せるわけにはいかないんで、結局納得できる一本が出せたのはリングだけだったので、それを考えたらちょっとねもっとやるべきことがあったのかなというふうには思います。もっとできたなって思う自分もいたり、でもそのもっとを出すんだったらもっとやっとけよなるというか、やっぱり足りねえんだなと、まだまだ足りないと。そして今大会だけじゃなくて、これを感じてしまったがためにもっとこの活動自体ももっとできるんじゃねえかと見つめ直すきっかけになったかなと。だから新体操なめんなよ、自分に対して
思いました。ちょっとね、反省する部分がいくつもあるというか、まあ一言で片付けるとやっぱりそこに尽きるかなと。うぬぼれんなよと、なめんなというふうに思います。そして三つ目ですね、やっぱり僕は男子新体操が大好きだということが分かりました。皆さん1種目目、2種目目、3種目目、4種目目って僕の演技見てた人は分かるかもしれないんですけど、どんどん元気になってったと思いませんか？4種目目はっちゃけすぎてるのは分かんなかったかなってちょっと思うんですけど、僕もやるたびに自分の体が元気になってるのを感じたんですよ。まあ感覚が戻ってるから、最初やっぱりフロアに乗った瞬間だと感覚がゼロの状態に入ってるから、フロアに乗ってこうタンブリング演技通したりとかしていくにあたって、こう体が元の感覚をちょっとずつ取り戻しているのかなみたいなのも感じましたし、普通に体が喜んでるみたいなのも感じましたし、やっぱりいつもねパソコンと向き合ってカチャカチャカチャデスクワークしてるわけですよ、体を動かさないで。やっぱりストレスが半端なかったのかな。リングがねストレスゼロだったんですよ、本当に。もう落とす気もしないし、ミスる気もしないし、もう演技も思いっきりやって、体力も全然心配なかった。アドレナリンが出てたのかもしれないです。めちゃくちゃ強気で攻めれたので、すごく気持ちいいリングが最後できたんですよ。やっぱりそこまでねやっていくにあたって、新体操ってやっぱ楽しいんだなって、踊るのってこんなに楽しいんだなって、表現するのって最高だなって思いました。なんかみんなと一緒に大会に出れてすごく良かったなって思いました。僕大会に出るのに意義があるっていうのはあんまり好きじゃないんですけど、そういう風に言ってくださる方も多いんですよ。出てくださってありがとうございます、出ることに意味があります言ってくださる方も多いんですけど、僕はあんまりそれに賛成派じゃなくて、やっぱり出るからには勝ちたい、結果を残したいっていう風に思うタイプなので、あんまり賛成ではないんですけど、出てみて良かったなって思うことは多いです。自分がどれだけ新体操が好きなのか、新体操を愛しているのかが分かっただけでも結構プラスなんじゃないかな。先ほどうぬぼれてたんじゃないか、舐めてたんじゃないかみたいな話はしたかもしれないんですけど、でも好きだなと思いました。楽しかった、特に最後のリングは。それまではめちゃくちゃ怖かったんだけどね、投げるたんびにおっかなびっくりでしたけど、よかったです。最後の終わりがね、最終種目があんだけ気持ちよく決まったらね、まあ楽しくもなるわなって感じなんですけど、よかったです。これからも男子新体操を愛し続けていきたいと思います。はいはい、ということで今回はクラブ選手権に出場してみたっていう動画だったんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。いろんなことがありましたけれども、この大会この3日間ありましたけれども、僕は出てよかったなって単純に思います。得たものが大きすぎました。いろんなものを感じました。人生経験としてもいろんなプラスがあったのでよかったなというふうに思います。ぜひこれから社会人になられる方、または社会人にもうなっている選手たち、社会人に出てみてください。また変わった世界が見れるかなというふうに思います。僕は変わりました。これからも変わっていくと思います。何が変わるかはその人によってまた変わってくると思うので、一概に何とは言えないんですけど、すごく世界が広がります。考え方も変わると思います。そしてあなたが出ることによって男子体操界が盛り上がります。いいことしかないと思うんで、お金はかかってしまうんですけど、きっとクラファンとかでお金を募れば誰かがサポートしてくれると思います。男子体操もっともっと盛り上げていきましょう。僕たちが盛り上げないとね、夢も希望も与えられないので、ちっちゃい子たちが増えないとその上もその上も増えていかないと思うんで、やっぱりコロナでちょっと衰退してしまった新体操界なので、盛り上げて力底上げしていきましょう。そして今大会の関係者の皆様、選手の皆様、審判、大会運営の皆様、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。いろいろご迷惑をおかけしました。すごく楽しい大会になって大成功だったんじゃないでしょうか。いろいろと本当にありがとうございました。お疲れ様でした。そしてファンの皆様、応援してくださってありがとうございました。いつも本当に感謝でございます。ちょっと恩返しできたかなと思っております。これからも僕は頑張っていきますし、新体操界もこれからどんどん盛り上がっていくと思います。新ルールにもなりますしね、来年今度それの解説もしようかなって思ったり
しております。次の動画はどんな動画になるか分かりませんが、楽しみにしていただけたらと思います。ということで皆さん、次の動画でバイバイ。